スクです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。市民に、人狼に、占い1、霊の1、カリード1、狂人1、パン1、豚ごと1、猫マンテ1、この猫1、人狼1。2、3、4、5、6。初日やばい、これ市民釣れない部屋ですね、これ。ノン市民ルーム。あ、ちょっと待って、愛する人決めてください。アンナ、フランク、チャン、スーザン、チェイ、ローラ、フレディ、バニラ、ゲイ、エマ、フェイ、ジェシカ。あー、どうする？エマでしょ。まあ、これはもう、こんなプーって膨れた面してたら、それは愛したくもなりますよ。ということでやっていきます。さあ、行きますか。豚を許すな。よろしく。メアリーしろ、フランクしろ、バニラしろ。あー、なるほど。黒猫、占い黒猫かな。黒猫占いな気がする。語りです。メアリー白。はい。占いロラか。占いロラっつってもミスったらやばい。純愛と豚が食らわついたらな、足りなそう。理由だけど、ここ陣が良くて PP 発生しやすい部屋。占い確定2陣外だから黒猫ストップでいい。黒猫自体で最悪 RPP か。そうだよね。あ、もう豚と純愛は無視でも良いのでは。フェイちゃん返して。エマしか釣らんけどな、僕許さんぞ。あっしのエマを潰すのは許さんぞ。フェイのロラしませんってのは同意だけど、その後グレー詰めても RPP どうたらってどっちつかずの意見が気になりますね。さあ、グレーにしてもどうせダメなんだよ、これ。つか、グレーにしても PP なんすよね。そういうことなら、占いロラの方が丸いという意見もわかると思うんですが。グレーミスっても PP なので、占いロラでも良さそう。仮に黒猫だろうが。フランクはログ薄すぎて色判別不可能。22なら占いの信憑性があります。ちなみに、どうだろうね、これ。
難しいね。グレーから、スーザン、スーザン、方針は？延長希望。延長希望。延長希望。じゃん、別に今日釣るようなログじゃない、放置。難しいな、この部屋。絵祭りはないだろう。普通に、占いロラとか、誰も言ってなかった中で言ってるの。村目なんだが。メッセージだ。エマ、受け取れ。これが俺のラブレターだ。普通、人狼が言わんやろ。そんな目立つこと。いや、でも別にいいのが非純愛しようって。フェイはエマに固執しすぎ。ちょっとここ三角関係作るか。フレディが死んだら2-1のケースをまず最初に考えないといけないんですよね。その時点で黒に白出したいとか言ってること自体信用ないとしてありえないってことです。エマ、ローラ、メアリーは村じゃない。じゃあもう全人が露出ってこと？ジェシカ目線。全人外露出じゃん。のアンナ31なの22で進行がどうとかの理屈意味不明だからちゃん釣りで。まだ占いロラとか言ってんの？ギエルティ訳すかししてなくないですか？
エマどっちだこれ、エマ村なのかな、ちょっとわかんないな。エマが村かどうかってちょっと見えてこないですね、いまいち。だからどうすればいいかもちょっと見えてこないから、とりあえずトロールして噛まれないようにしておく。メアリーがエマに純愛付きしてるように見える。正解正解。片白だけど気になるな、メアリーちゃん。今片白に触れるのないでしょ。チャンしてよくね。やべえ、草プレイヤーだ。30秒前、美的行為。どうするの、ぐちゃぐちゃだぞ、ぐちゃぐちゃだぞ、ぐちゃぐちゃだぞ。10秒前。いや豚でしょこれ。スーザン進行でよくね。やめた方がいいぞ。マジでこれ豚しか釣れんぞ。ゲイルの護衛先指示はす、いらんのか。どうなんだろうねこれ。ローラ黒かな。いや貫通させといてよかったんじゃねえこれ、ゲイルのこと。なんで狩人引きずり出したの。いらんくね。もうなんかようわからんくない、なんか混乱を招いただけだぞ。もう運ゲーだったよねゲイルとローラ。まあ、彼当たってるかもしんないけど、ただの運ゲーって感じになってる。エマはメッセージに気づいてくれたかな、俺が純愛という。あーなるほど。おバニラカム、へえ。じゃあローラ黒だったのか、ローラ黒説っぽいよね。黒で猫で出なかったのか、猫で出とけばよかったんじゃねって気がするけど。ありがとう。エマ白、チャン白。いや普通に豚豚やろ。
メアリー確定しろ。なんで俺メアリー確定しろになったの？は？確定しろ。これ豚でしょ多分。9にして。延長希望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 。漂白しないってことじゃない。待って、ゲイルどうすんの？延長希望。延長希望。ゲイルどうすんの？ゲイル新置き？すげえな、スーパーイキリキングだな。どうすんの？フレディとジェイどうすんの？どうすんの？これ方針は？そもそも方針はどうするの？ジェシカってさ、生きるやつ多くね？どうしようとしてんのこれ。方針意味不明みたいになってる。グレー行くの？延長希望。延長希望。延長希望。Jって確定ヒクロなんで。延長希望。延長希望。延長希望。占い決め打ちするしかないんじゃね？フレディ釣ります。あ、そう。え、どうすんの？なんかもう謎すぎる。進行スーザンかジェシカではっきりしてほしいんですが。てかさ、ごめん、10枚何してんの？いや、どうするか迷ってるんですよ僕。どうしよっかなって。どうせ釣られない位置だからさ、いつ出てもいいんだけど。延長希望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 。僕占い結果把握漏れてたわ。謎じゃね？これどうする？エマが黒か白か分からんのよね。
ちゃん釣りしましょう。もうちゃんぶっぱで。釣り位置あんなぐらいしかなくね。アンナは精査不能なんで、フレディ吊るしてから考えちゃダメか。フレディで黒猫発動したらだるくね、フェイ。内訳カオスになる。どうしようかな。純愛ででも釣られるんだよね。純愛ででも釣られるだけだから、ちょっとエマを見極めつつって感じになるんだよね。エマちゃんの色がさ、ずっとわからないんだよ、これ。白なのかな？じゃあ、黒、白なのかな？エマ白と見て動きます。あんなー視点入ってるぞ。ここで言うか。1分前。30秒前。延長希望。ローラは新切り、つまり豚男を決め打つ。まあ純愛村付きなら勝てるし、いや、フレディはアホでしょ。フレディ釣りするんだったら、1分前。まあまあまあ勝てるんじゃね。これさ、黒の位置どこだ。ガチでチャンな気がするんですよね。エマ白だと思うんだ。だからチャンフラン、アンナ黒だと思ってたんだけど、アンナが白なら割とゲイル黒とかありえるんじゃね。
ゲイル黒のチャン黒とか。こういう黒もいるさ。大丈夫だな、何票入った？よし、入ったな、票。頼むで。あんなひくろやろ、これ。30秒前。あんな黒なら、ぶらつきの可能性ある。遅いワンやろ、対抗出ないし。まあエマ噛んでくれそうな気もするけどな。あんな黒じゃねえだろ。ジェシカはロックだな。まあエマ吉がご主人だからまあ大丈夫なんだけど、てかジェシカそれを今言及する意味あるか、それ生きりたいだけだろそれ。でもさ、フェイフランク黒とかってあんのか、フェイちゃん黒とか。俺アンナが黒には思えないんだよね。ってことはエマ黒なんじゃねえかなって気がするんだよな。フランクエマとか、わかんないけどね。俺ゲイル噛んでもいいけども、場合によってはね、新占い潰してるんだったらゲイル噛むのもあり。お、いいね。いいね、ゲイル議官。ゲイル、豚なら出て。チャン白、エマ白。フェイ黒よ。ゲイルフェイ黒？ゲイルギでしょ。いや、ここで霊能守らないとかありえないでしょ。ゲイル早出て、出るならどうせ釣られないから出て。ゲイル黒ならほぼ勝ちやろ。これ今日アンナヒクロでしょ。無料でいい。ワンチャン私のついてる人村説浮上してる。フロップさせよ。フロップさせよ。させよ。うん、猫またどうせ噛まれん。
もう意味ないじゃん。でも出てよくない？なんでもう一緒でしょ。もうフェイかちゃんでしょ。でもうフェイでしょもう。ゲイで行こう。いけるかなこれ。カミングアウト。延長希望。知らんわ。イケメンについた。多分今白なんだこれ。ん？エマお前黒か？お前エマ黒か？エマ入れんのか？多分今黒だと見た。入れたで。はよせいや。もうエマお前白じゃねえだろうな。10秒。エマ豚か。豚ちゃんか。小豚ちゃんかこいつ。こいつ小豚ちゃんだった説ない？エマちゃん大丈夫だよな。エマ、あの悩んでるのを見て、俺が入れるべきと思ったんだけど、大丈夫だろうな、エマ。お前、ギリギリで入れたりしてねえだろ。よし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 。で、なんでフレディ噛んだ？フレディ噛む意味あった？まあ、いっか。別に。ごめん。本当はエマ付き。カミングアウト。あのエマ付きです。待て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 。延長希望。エマ付きです。エマ付きです。どうすればエマ勝てる？今日私釣ってエマ噛むのは人狼2と狂人で5人になるやろ。私つってエマカミは G ゲイルフランクで勝てるやろ明日 PP。 いい私釣りフランク OK。私に入れてね。いや、小豚ちゃんでよかった、勝って。よかった。
ああ、よかったよかった。ああ。すまんな。フラン、エマ、白か、わからなかったから、フランクについてるって言った。まあ、実際嘘だし、ジェイ。つか、ゲルクロネックさん。30秒前。ローラかわいそう。いや、じゃあ、いや、俺入れたくないんだよね。10秒前。まあいいよ。よし。勝利。ジェシカスーパートローラーだな。すごいぞ。ジェシカの功績すごいよ。ジェシカの功績は、まずスーザンがゲイルを指定して黒を釣るっていう神ムーブかまそうとして、それを奪い取り、シンカリウドを釣るという、まず一つ目のムーブかまして、で、あと釣ったのどこだっけ？アンナを釣って、まあ白のアンナを釣るっていうムーブをかまし、さらに、フランクにを指定して、純愛で、PP させるきっかけを作る。すごいです。ゲイル釣ってたら、PP も来らなかったのに。すごいです。ジェシカの功績は3つある。実質なんか黒のパン屋だったな。毒入りパン屋だった。反省しな。ジェシカ生き生き。これはちょっと反省陣営だな、これ。なんでフランクつフェイだろ。これで GG か。ゲイルもよう出たな。エマ良かったね。エマ豚だけどどうやって勝つつもりだったの。エマちゃんの勝ち筋消えてなかった。噛まれるわけないじゃん。危な、助けれてよかったということで、勝つ気のない豚を無理やり勝たせてみたでした。かわいそう。ジェシカ、エマちゃんよかったね。よかった。エマ勝ち筋なかったくね。エマ勝ち筋なかった。俺やんないと勝ち筋なかったぞ。何をするつもりだったの、エマは。はい、ということでお疲れ様です。 GG。